さあ、行くぞ。まずは好きに打ち込んできてくれ。好きにですか？ああ、私は入学試験で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそこうしてお前と剣を交えてみたくてたまらなかった。ソルデリーナ先輩は上級修剣士の中でも自責に位置するエリート中のエリートだ。そんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だったの？どうした？早く来い。あ、はい。よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。いえ、先輩の剣を受けるのがやっとでしたよ。ソルデリーナ先輩、さっき俺の剣を防ぐときに使った技は何ですか？あれはセルルト流の極意
活水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど。予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし。もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践的な、俺が求める強さがあると感じたんです。わかった。一年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。これまで見たどの流派とも違うあの見事な技、一体お前の流派は何なのだ？俺の流派はアインクラッド流です。ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ、キリト。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。無知や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後お前の相棒も連れて私のところに来てほしい。友情もですか？そうだ、二人が揃ったらまた説明する。わかりました。それでは友情に声をかけてきます。あ、よろしく頼むぞ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。お前ともこれから長い付き合いになるであろうからね。わかりました。リ、うむ、ではまた後でな。ユージオ、お疲れ。何、キリト大丈夫か？かなり疲れてるみたいだけど。うん、ゴルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。これから1年間みっちり鍛えられそうだ。あ、そうか。大変そうだけどよかったな。疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。一緒に。え？僕も一緒に？なあ、詳しいことは二人揃ってから説明するってさ。わかった、用意するよ。リーナ先輩。来たか、二人とも。ソルティリーナ先輩、はじめまして。ユージオ初等練士です。よろしく。ああ、ユージオ、こちらこそよろしく頼むぞ。それでは二人揃ったことだ。私がお前たちを呼んだ理由を話そう。実は王都セントリアの衛兵隊から修剣学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊からですか？うむ、近年獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。おそらくそのせいで衛兵隊は人手不足のようだ。
それで溢れた仕事が修験学院に来ているというわけですか。ああ、だが名目上は課外授業という形になる。それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよ、ユージよ。めんどくさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜ。まあそれもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってね。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだが。なるほど。それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。二人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。ど、もちろんです。やらせてください。はい、僕もです。わかった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか。わかりました。二人で揃えてきます。よろしくな、二人とも。そういえば頼む。わかりました。あの、いいですか。おい。ところで、久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。話は終わり？私、急いでいるから。 おい、メディナ、久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うんうん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、
メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。どうしちゃったんだよメディナ。これはこれは見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですな。共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。行くぞ、ウンベール。メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ。メディ…ムカつくメディナ…いたのか、キリト、ユージオン。違うんだ、今のは。つい、ライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え？特に最後の、連撃からの一撃。一体どういう技なんだ？方法は、わからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか？お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後私に会いに来い。いいな？分かった。今のって。気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。分かった、信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。